無料で手に入るおすすめのプラグインがあります。ネオンです。ネオンをインストールします。しましょう。NEON のネオンです。ネオンは LINE の無料のプラグインでレンダリングの待ち時間を劇的に減らすことができます。減らすというよりは、レンダリングが進行している間、粗い画像でもいいからこっちに見せてくれるというプラグインです。初めから入っている LINE のレンダーでは、レンダリングが完成するまでじっと待たないといけなかったのですが、途中経過も見れるようになって、あ、ここ修正しないとと早く気づくようになります。ネオンをインストールしたら、斜めから見たビューポートのレンダーモードでネオンを設定します。レンダード with ネオンって書いてるかな。するとレンダリング中の画像が表示されます。少し待ってやると画像がクリアになっていきます。ネオンのレンダーはライノのレンダーより少し暗いです。作業をしながらでもリアルタイムでレンダリングし続けてくれるので、照明やマテリアルの調節が楽になります。光の感じが分かりやすいように奥のドアを開いて太陽光を中に入れましょう。ドアを回転させます。ガンボールを使います。必要のない面が残っていたので削除します。太陽光が部屋の中に差し込みました。